Bonjour, こんにちは。フランス語の漢詞が難しいとされています。ですので、複数のビデオでフランス語のすべての漢詞を紹介するビデオにしたいと思います。で、僕の事務所よりも外でやった方がいいかなと思って、自然に囲まれてですね。で、今日は最初のレッスン、不定漢詞を紹介したいと思います。入門の方でも、中級でも、復習になると思いますので、受けてください。じゃあ、不定漢詞は物を紹介するときですね。例えば、c'est un arbre。まあ、英語で、this is a に当たりますね。c'est un arbre。ただ、フランス語では、女性名詞と男性名詞両方ありまして、男性名詞の場合は、un を使っています。じゃあ、une のものを探しましょう。une のものが女性名詞ね。を紹介したいと思います。で、下にやったんです。女性名詞は、例えば、葉っぱ、une feuille。une feuille。まあ、葉っぱはね、フランス語では、紙と、一枚の紙と葉っぱは同じですから、覚えた方がいいですね。une feuille。物を紹介するときには、それを使ってください。un と une。じゃあ、復習しましょう。危ない。une feuille、un arbre。c'est une feuille。これは葉っぱです。c'est un arbre。フランス語はどうして漢詞が必要かと言いますと、名詞を使うときには必ず漢詞があります。ですので、不定漢詞だけはだけではなくて、定漢詞、常用形容詞、まあ、いろんなものを紹介しますので、次のビデオも見てください。そうすることで、自然にフランス語を覚えることができます。ぜひ登録して、LIKE、クリックしてください。それでは、オーバー。